それいけアニマルソルジャー穴掘れうんせうんせうんせアニマルソルジャーはレッド真っ先の後に埋める穴を掘っているのだうんせあ花の遊びじゃないよ向こう行ってよ騒いだら息切れだ大丈夫ってベルナコ君どうだろうの墓うんせうんせうんせうん僕たちが穴掘ってたら時間かかっちゃうねうん何やってるのウサちゃんえあかよこさんレッドレッドの墓を掘ってるんですダメ泥んこになったら汚れが落ちないでしょあんたなんで俺が自分の墓を掘らなきゃなんねんだよそれいけアニマルソルジャー選択なんだよ、まだいたのかよ午前半休だって言ったでしょ、ゆうべああねえねえ、それよりこれ見てんここの記事ああ、なんか言ってたわあいつら取材受けるとかなんとかってすごいわよね、さすがバンプさんとこの怪人よね人食いザメが人助けだってなんかある意味今流行りのツンデレみたいねどうしたのいや俺の聞いた話とちょっと違うぞこれえ俺が聞いたのはよあ人命救助そうなんですよ溺れている子供を彼が助けたんですよやってれるそりゃお手柄じゃねえか私も鼻が高くってあの日は天気が良かったんで多摩川でみんなでお弁当を食べてたんですで泳ぐんですか泳いじゃうよ川見たら無性に泳ぎたくなりましてほら僕サメ怪人じゃないですかサガっていうかかなりのサメ肌ですしサメ肌関係ねえだいやでもやっぱたまに水に入らないと感覚が鈍るんですよお風呂もありっちゃありなんですけどやっぱ広いとこで泳ぐと野生の感が蘇るっていうかあ知ってます水族館のシャチってなぜか背びれがいいから先続けろでジャブジャブ泳いでたらなんか対岸が騒がしいんですよ何かなって思ったらダメだ流れが速すぎる下流で子供が溺れかかっててで助けてやったとええそりゃもう親御さんたちに感謝されましてもういいですよって言ってるのにねうーんところでよはいお前ら確か悪の組織だったよなええそれが何かいや別にじゃあこの必殺技の特訓中に子供の叫び声が聞こえて夢中で飛び込みましたっていうのは嘘嘘おう嘘なんだちょっとカッコつけちゃったのねたくよ変に見え張るとこがあいつららしいわまあいきさつはどうあれ人命を助けたってことに変わりはないわけよねまあそりゃそうだけどよたく悪の組織のくせによあの場にいれば誰でも同じことをしたと思います私が特別というわけではないと思いますだって特別だサメじゃねえか謙虚よね悪の組織なのに近々市長と面会するんだってすごいわよね悪の組織なのにお前は何か言いてんだ別にただ立場的に人助けをしなきゃならない人が他にいるんじゃないかなと思ったり思わなかったりお俺だってその場にいりゃ子供を助けてたようちでゴロゴロしてたらそういう場面にも出くわさないわよねふざけやがって CR 江戸の花嫁2あしゃあねちょっと金下ろすかなんでだよ金入ってねえじゃん早くしろこのチャラをあっちの方が早いんじゃねえかちょママ仕送り入ってねえじゃん今日合コンなのにさおい動くんじゃねえ妙なマジすんじゃねえぞ金を袋に詰めろえな、嘘早くしろマジ銀行強盗うわ本物初めて見た警察に通報すんじゃねえぞやっべテレビドラマと同じこと言ってるよ
立場的に人助けをしなきゃいけない人がいるんじゃないかな。そうだ、ここで俺が銀行強盗を倒せばバンプたちよりもインパクトあるぜ。よっしゃ、ほら、お前ら一箇所に集まれ。おい、そこの赤いのもこっち来い。はいはい。金はまだか。すぐに。まだ早いよな。やっぱ奴が金を持ち去るときに行く手を阻んで。待ちな。なんだお前は。スーパーナックラー。ギャー。そこで一言。パチンコ屋にはいい日だったが、俺とお前にはアンラッキーデーだったな。かっこいい。決まったよこれ。詰めました。よし、おいお前、私警察に通報したらこの女がどうなるか分かってんだろうな。いいな。あいつ人質取りやがった。こりゃしのごの言ってらんねえな。おい、おい、しおりちゃんを離せ。え、刑事官。お前近づくな。それ以上近づいたら、おい危ねえぞ。お城は引っ込んだ。バカ。怖かったよ、ケンティ君。もう大丈夫だよ、しおりちゃん。いや、お手柄でしたね。いや、しおりちゃんを助けた一心でもうスーパータックルを決めました。え、ケンジ君はラグビー部でしおりさんはマネージャーなの？あ、はい。どうしよう、私たちが付き合ってること大学のみんなには内緒なんですよ。ああ、参ったな、そこまで考えてなかった。だからあれは俺のおかげなんだって。俺があそこで包丁を弾き飛ばさなかったらおめえ、あのバカ今頃生きてたかどうかもわかんねえんだぞ。つまり決め台詞を考えてるうちに惜しいとこを全部その子に持ってかれちゃったってこと。決め台詞ですか。決め台詞とかじゃねえよ。こう正義の味方には段取り、心の準備ってものがあってたな。いやだから俺がパチンコ玉をビシッとこう当ててやんなかったら本当に危なかったんだって。あれは俺が助けたも同然なんだって。レッドさんって正義の味方なんですよね。さあどうだったかしら。つうか人の話を聞いてんのかお前ら。無理な笑顔だって笑顔よ。笑顔よ。辛い時こそ、辛い時こそ微笑みを絶やさないようにしたいわよね。できるかしらね。いいこと言うな。俺たち顔見えないけどね。ああ、このエビって揚げ具合が絶妙。うちじゃ絶対できない。わかるか、中がかすかにレアゆえ火の通っている身の旨味と生の甘みが共存しているのだ。衣もサクサク。コンマ単位で見極めを要する職人の技術だ。足りねえよ。この技一朝一夕でできるものではない。世界制服と同じですよね。そうだ、私はこの天ぷらを味わうたびに日々の精進の大切さを己に言い聞かせているのだ。バンプ将軍とヘンゲル将軍、タイプの違う彼らだが、それゆえにその中はすこぶる良好なのだ。サンレッドにもいい加減4年に一度くらいは内なる衝動を抑えられない時があるのだ。何をうう言っちゃってやらしい。そんなんじゃねえよ。はい、この社員も川崎志保です。あ、俺だけどよ、バンプ出せよ。あ、ロマンスカーで温泉に行ってる。じゃあ、じゃああれだ、あれお前でいいわ。すぐに怪人に連絡取れよ。対決だ対決。一匹くらいじゃダメだかんな。都合のつく怪人全員呼べ。じゃねえとアジト壊滅させっぞ。おい、バトルスーツは。何、今日はやる気じゃない。怪人ども、レッド容赦しないよ。今日がお前の命日だよ。負けませんよ、レッド。このチュ、やっぱいいわ。ああ、待って、レッド。逃げるの。ああよかった、このチュ。ああ、なんだろこの敗北感。